おはようございます。フリーランスシンガーの佐々木勇気です。私佐々木勇気はですね、フリーランスシンガーとして1年半ね活動しております。でその中で例えばライブだったりイベントだったりファンクラブだったりとかグッズだったりとか自分でこう一から作っていくっていうことをすごい経験した1年半だったなと思うの でフリーランスシンガーって何してんのとかどういうことしてんのって結構聞かれるんですよ。で今回ねこの Vlog を通して普段僕がどんなことをしてどういう日々生活を送っているのかっていうのをみんなに知ってもらいたくてですね、カメラを回しております。ということで早速撮っていきたいと思います。今日はですね、僕の初めての全国ツアー3都市のツアーなんですけども、そのツアーのですねグッズミーティングをしていきたいと思います。ということでまだ今ちょっとパジャマなんで今から着替えて準備して出発したいと思います。それでは佐々木勇気の Vlog スタート。バイバイ。はい、これからインスタライブをやりたいなと思います。僕いつもインスタライブに急に始めちゃうから、見てくれてる人がいやもう事前にちゃんと告知してよっていうことを言われるんですけど、なんか急にやりたくなっちゃうね。ということでインスタライブ始めたいと思います。はい、ということで今日はもうやるべき仕事は終わったかな。今日一日でやる、でちょっとお腹すいたんでね、今シャワー浴びて上がってこれからちょっと夜食を作ろうかなと思います。今塩焼きそばを作ってるんですけども、塩焼きそばには刻み生姜が隠し味です。今日は安倉先生のボイストレーニングを受けに行ってきます。久々のねボイストレーニングなんでちょっとバランスめちゃめちゃ崩れてると思うんですけども、ということで行ってきます。ということで今はですね半身浴中です。疲れ溜まってたりとかライブ終わった後だったりとか週1ぐらいで半身浴はしてるんですけども、3、40分ぐらい入ってね汗流してリフレッシュするという感じですかね。半身浴の合間には木又からもらったソーダストリームで水分補給をしています。まあ、じゃあゆっくり半身浴していきたいなと思います。今日は渋谷にてショータイムというライブをしてきます。気合い入れて歌って楽しみたいと思います。それでは行ってきます。
皆さんと楽しい時間になればいいなと思っております。では行ってまいる。ワンマンライブは1ヶ月ぶりぐらいかな。1曲目2曲目ちょっと緊張しちゃった。これから特典会とグッズ販売の方にですね行ってまいりたいと思います。じゃあメイク直しして行ってきます。バイバイ。家に帰ってきてシャワー浴びました。で寝るまでねまだちょっと時間あるので趣味のね映画鑑賞したいなと思います。今日はですね、衣装探しに、表参道にやってまいりました。かっこいい、ね、衣装を見つけられるように、いろんな、ね、お店行ってまいりたいと思います。イエイ。今日は衣装探しに行ってきたんですけども、まあ今家帰ってきてこれからねライブツアーの概要だったり、まあ、工程表だったりとか、あとタイムスケジュールとかそういうのを PDF にこうずらっとまとめて、でスタッフさんだったりダンサーさんにちょっと送る作業をこれからしたいなと思っております。でその作業が終わったら衣装探し今日行ってきたんですけど、まさかの靴しかゲットできなかったんですよ。だからズボンも上も、まあ、インナーとかなんかそういうのも全くいいのがなかったんで、衣装探しの続きをちょっとネットでできたらなと思っております。おはようございます。今日はツアーリハ行ってきます。でその後スタッフミーティングで、夜はオープンレックという会社でやっている佐々木由紀の秘密基地という番組のですね生配信が20時からあるので行ってきたいと思います。ということで行ってまいる。今はですね、オープンレックの佐々木由紀の秘密基地の配信に来ています。毎週木曜日ねやってる番組で20時間ね配信を毎週させていただいている番組、はい、
今から行っていきたいと思います。で、配信の前にスタッフさんと企画ミーティングがあってですね、その企画ミーティング終わったら佐々木由紀の秘密基地生配信の本番でございます。ということで行ってきます。来週以降のね、打ち合わせを今ディレクターの南雲さんとやっております。南雲さん、うすってこんにちはとかあるでしょ。はい、ということでこの打ち合わせはね終わり次第ですね、20時から本番がスタートします。行ってきます。5日間、まあ、ごく一部ではあるんですけども密着するという感じで Vlog を回させていただきました。結構プライベートなこととかも中に織り交ぜたりとか、映画鑑賞とかね、半身浴だったりとか、佐々木由紀を皆さんに知ってもらえたり見れたりできたのかなとも思っております。 Vlog ね、撮るの大変だったな。いろんな2カメ3カメってこういろんな角度から撮ったりとかしてて結構大変だったんですけど、楽しかったです。またやってみたいなと思っております。ということで皆さんご視聴ありがとうございました。以上、佐々木由紀でした。バイ。